今回死にしましょうか死シンデレラストーリーみたいなね待ってれば白馬の王子様がやってくるみたいなね、まあ、なかなかないですね <laughs> 自分で取りに行かないと自分で行動しないとうん難しいかなと思います実はですね、まあ、これどういう経緯が、まあ、全部見てないんですけどさっきその紹介したあのチャンネルの女性の方なんと結婚されてたみたいですね 病気を持ってたんですけども、なんかその、その男性は、その皮膚病に対して、まあ、まあ、悪いイメージを受け取らなかったみたいなことなんかその女性の方が言ってたんですけど、うん、で、なんかその、新、あの、ウェディングドレスを着ている写真もあって、写真撮影のやつ、動画もあったんですけど、まあ結構ここ、すごいんですよ。うん。なんか結構、綺麗でしたね。うん。 でその男性の方は、その皮膚の病を見ても、マイナスに受け取らなかったっていうね。ここがすごく学びかなと思うんですね。それをマイナスと受け取るのか、あ、なんだろうな。わ、ひどい病気だね、とか、大変だねって受け取るのか。全然別に普通じゃないみたいな。いいんじゃないみたいな。<laughs> まあそういう男性がいたってことですよね。でも多分、多分ですよ。 これは、まあ、ま、多分というか間違いないんですけど、なんで生まれた瞬間、こんな病気なんだ、病なんだ、ふざけるな、なんで私だけつってって、引きこもってどこ、どこにもアクション、何もアクションしていなかったら、その男性、そ,のそ,れ,を受けそれを受け取るというか、受け取り方ですよね。別にの、別にいいんじゃないみたいな男性とは巡り合うことはなかったんじゃないかな。家から一歩も出ず、こんな皮膚がこう荒れててね。 あのー、こんな見にくい体を露出するなんて絶対嫌だ絶対外に出れないみたいな,なんかそ,うそれだったらその男性とは巡り合うことは多分一生なかったんじゃないかなと思いますねだからまああのまあ行動しないと何も始まんないんで <laughs> まあやれってことですねいってらっしゃい